うわ、来たで、俺の外にボールが。カラスだ。あ、1対1だ。あ、やっぱハンドワークうまいな、カラス。こいつ、タイミングよく肘上げて俺の距離感潰してくるやん。え？やっぱやるやん、糸しりんじゃないよ。すごいな、でも。ここなんなん、ここの時間。ここ。ボール触れよ。だったら。え？ん？おっぱい揉んでる。そっ、足引っ張ってんの。そっちのハンドワーク？違う違う違う。そっちのハンドワークやめてよ。また違うやつが来た。なんだよこの時間だから。ん？いやいや、こいつ強いよ。なかなかやるやん。うん。だったら。え？だからおっぱい揉むなって。おい。お前も取れよボール。あ、乳首攻めしてる。ほら、結局ここや。これが俺がブルーロックランキング3位で入れる理由や。違うよ。ほら、乳首攻めて3位になれないよ。なかなか効くや。そんなうま、そんな、ダブルボケかい。乳首ダブルボケかい。ほな、俺は、オチは俺に任しとく。抜いた。そっちのハンドワークもうまいんだ。あれあれ。あ、今度は2人で来た。これは取られるだろう。え、あはは、乳首攻め。え、人間というのは誰にでも弱点があるもん。ここはみんな弱点や。いや、乳首でサッカーやれよ。俺は勝てる主義、勝てる勝負しかせえへん主義。ほら、そんな気持ちいいの。結局ボンやん。どんな非ボンでもボンでもここいじったら終わりやん。キモ。俺だからボンは。かっこよくないよ。めっちゃファールです。めっちゃファール。サッカーやれ、自分がやってる。なんで、それの意味は何なん。自分の乳首触る意味は。近くから。え、近くから。いや、イサギ来てないよ。近くからイサギ来てないよ。近くから。自分でやってますよ。イサギ来てないんですから。